自閉スペクトラム症は他人との社会的なつながりや興味の範囲が狭いことから周囲との関係構築が難しい障害です。人とのつながりでは幼少期から視線を合わさない、共感力が低い、コミュニケーション手段が限定されるなどの特徴があります。また心の理論と呼ばれる相手の感情や考えを推測し理解する能力にも課題を抱えています。さらに同じ行動の反復や好き嫌いの極端さ、感覚の過敏さなどの行動面の特徴もあり、生活上の配慮がますます求められます。以前は広汎性発達障害と呼ばれていた ASD ですが、 DSM-5 からは ASD という名称に変更され、診断名にはスペクトラム連続体という言葉が追加されました。これは ASD の症状が多様であり、その程度が障害のない人々も含めて連続していることを示しています。2013年に診断名や基準が変更されたため、それ以前に診断を受けた方は異なる診断名がついている可能性があります。ASD の特性。 ASD の人やその傾向がある人にはローナウィングが提唱した三つ組の特性が見られ、人付き合いで困ることがあります。相手の様子を伺ったり空気を読んだりして程よい関係を築くのが苦手です。コミュニケーションの障害では相手と総合的なやり取りが難しく、話が一方的になりがちです。冗談や嘘を真に受けたり、表情が乏しかったり、喜怒哀楽を表さないなどの印象が持たれやすく、子供の頃はたくさんの子供と関わっていても友達がいなかったり、自分ばかり一方的におしゃべりだったり、本当は嫌なのに断ることができなかったりします。大人になると会話が続かず気まずくなることが多かったり、冗談が通じないと言われたり、恋人や友達と思っている人に騙されやすいところもあります。ASD の人は子供の頃からコミュニケーションが苦手ですが、大人になると人と関わる機会が増えて困難さが増すこともあります。仕事関係、親子、夫婦、恋人関係、子供の学校関係、近所の人というように相手や状況に合った対応が必要となります。 ASD は共通する要素や特性がありますが、他者への態度や行動パターンによって次の4つのタイプがあります。受動型、このタイプによく見られる行動として、自分の気持ちや考えを表すことが苦手、嫌でも断ることができない、人との距離感が遠い、感情表現が苦手などがあります。他人から話しかけられたり誘われたりすると応じますが、自分から積極的に人と関わろうとはしません。内向的で受け身なタイプで、実際には問題に直面しても気づいてもらえないことがあります。意地悪をされてもその本人が気づいていない場合もあります。積極キー型、このタイプによく見られる行動として、興味があるものには積極的な一方、興味がないことには無関心、攻撃的、衝動的に見られる、感情表現が大きく怒りっぽい、人付き合いが苦手なようには見えないなどがあります。自分から積極的に人と関わり主導的になりますが、相手の話を聞くことや空気を読むのが苦手です。自分の興味がある分野には情熱的に取り組み、時にリーダー的な役割を果たしますが、そのやり方は強引です。協調することが苦手でトラブルも多い傾向があります。孤立型、このタイプによく見られる行動として、一人でいることを好む、自分の好きなことだけしたい、見た目を気にしない服装やメイクに興味がない人もいる、人とどのように関わればいいかわからないなどがあります。友達付き合いは基本的に不要だと考えていて、自発的に他者にアプローチすることは極めて稀です。必要最低限のことしか人と関わらない傾向があり、周囲に合わせようとすることもありますが、うまくいかないことがあります。形式パッタ、大行な方、このタイプによく見られる行動として、マナーや礼儀にとらわれて融通が効かない、柔軟な対応が苦手、いつもきちんとした服装をしている、言葉遣いが丁寧すぎる、友達や年下相手にも敬語を使うなどがあります。このタイプは受動型、積極キー型、孤立型が成長して思春期以降周囲に合わせようと努力しているタイプです。臨機応変な対応や微妙なニュアンスが理解できず、常にマニュアル通りに行動します。時折大げさで堅苦しい表現があり、自然さに欠ける傾向があります。 ASD の人は変化に弱いと言われています。変化があると同一性の保持ができなくなってしまうからです。進学や就職、転職、結婚、転居などは様々な変化をもたらします。季節の変化、気温や気圧の変化も心身に影響を与えます。このような変化が重なると全体の精神状態もさらに不安定になりがちです。でもそんな時にいかにも不安な様子に見えないこともあります。
環境が変わって困っていることを本人が自覚していないことも多いのです。そのため周りの人に相談したり、助けを求めたりとはなりにくいのが問題です。自分では変化に対応できずに困っているとは気づかず、仕事でミスをしたり、感情的になったり、家族に当たったりすることがあります。周りはどうしてそうなるのかわからず、理解しがたいと思ってしまいがちです。同一性の保持により、心が安定する一方で、変化に弱いため、不安定になることがあります。ASD やその傾向がある人は、自分の決めたルールに強くこだわり、そのせいで自分を苦しめてしまうことがあります。その影響は家庭内での家事に及ぶこともあります。そもそも家事は毎日のことなので、効率よくほどほどにするのが良いですが、ASD の人は一つ一つ完璧にすることにこだわるため、スムーズに進まないことがよくあります。また自分ではこだわりと思っていないため、自分のやっていることが正しいやり方だと信じていたりします。無理をして体調を崩したり、自己嫌悪に陥ったりすることもあるため、悪循環に陥ります。家事をきちんとこなそうとするのはとても良いことですが、自分を追い詰めないようにしましょう。手順やルールは最小限にする。夫や子供に手伝いを頼む。一日に行う家事の量を減らす。家電を利用する。ハウスキーピングを利用する。家事の負担を減らして自分の体を休めたり、家族と過ごす時間に当てたりしましょう。その方が自分にも家族のためにもなります。 ASD の人は他人の言葉を信じやすく、悪意を見抜けないといった特性があります。お金を貸してを断れない。恋人からの金銭要求に応じてしまう。怪しげな話も鵜呑みにする。給料を全部盗まれたからお金を貸して、儲かる投資があるなどと言葉巧みに近づいてくる人がいます。全員がそのような悪人とは限りませんが、 ASD の人はこうした言葉を鵜呑みにしやすく、嘘や悪意を見抜くのが苦手です。また喜んでくれるのが嬉しくて、友達や恋人に気前よくおごって自分の生活資金がピンチになるようなこともあります。お金のトラブルを防ぐためには、自分のこうした特性をよく理解し気をつけることが必要です。特にお金の話が出たら慎重になる必要があります。お金を管理する方法を身につけて金銭トラブルを回避しましょう。人とよくトラブルになるなど、なぜ人とうまくいかないのか、その原因は自分ではなかなか分かりにくいものです。自分の行動が人からはどう見られているのか、他者視点を持つことが ASD の人には難しいのです。子供の時はいろんな人が教えてくれますが、大人になると踏み込んで意見を言ってくれる人は少なくなります。時には周りの人がさりげなく忠告してくれることもあるでしょう。しかし ASD の人はせっかくの忠告に気づかないこともよくあります。すると長く付き合ってくれた人が離れていくことや、逆に ASD の人が被害的に受け止めてしまうかもしれません。可能なら親しい同僚や友人にうまくいかない具体的な場面を伝えて、どうしたらいいかアドバイスしてもらいましょう。そういう人がいない場合には、発達障害についての経験の多い人にカウンセリングを受けるなど、専門家の援助を受けることが必要です。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。